田村日はいます、えー、と私はすべてあの紅麹工事関連製品への対応に関する、まあ、関係閣僚会議、えー、この紅麹工事関連製品に関わる事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応、まあ、以下、今後の対応というふうに、えー、表現させていただきますが、これをもとにあのご質問させていただければというふうに思います。 でまあ、今ほどあの松田委員もご質問されていて、えー、厚労省側があの答弁をしまた消費者庁側が答弁をしということで、まあ、その仕切りがどちらが答弁をするかっていうのをまあ聞いてる皆さんもパッと分かったかどうかっていうところ、まあ、これあのまあ今回の所管の問題そして今後の対応の中でもおそらくこのこの 行政としての,あの対応していく中で、えー、分かれているところの、えー、プラスとマイナスと両方出てくるというふうに思います。まあ、その部分に行きますと、まあ、自民大臣のしっかりとしたリーダーシップを持ってあの対応策、練っていただきたいというふうに思います。またあの 先ほどの松田委員の,あの行政処分というところでいきますと、まあ、今回の小林製薬の事例は、まあ、法令遵守という意味でいけば、まだあの法令をあの違反したかどうかというところが分からないということなんですが、まあ、私としてはもう企業倫理の問題だというふうに思っています、人間の口に入るものを製造している、まあ、そういう企業がまあこういう対応をしているっていう、まあ、企業倫理の問題にもなってくるというふうに思っています。で まあ私自身、今回、この質問する前提として、自民大臣とぜひあの確認しておきたいことがあります、あの消費者教育全体のもう課題認識です、えー今,えー、今後の対応策の中で、届け出情報の容器放送上の表示方法等の見直しを図ることや、国会答弁の中では、景品表示法や古代広告防止も対応の必要性、こういうことは認識しているので、しっかりと受け止めてやっていきたいというような答弁はありました。 まあ今回、今ほども申し上げたとおり、小林製薬の,あの倫理観の欠如と、機能性表示食品のまあ健康被害から、さまざまな議論が行われています、まあ、しかしそもそも消費者被害全般の対策を講じる中で、消費者の多様性とまあ社会の多様化、これが猛スピードでこう変化がしている中で、現在、消費者庁では、属性で例えば若者や高齢者とか、 あとはインターネットや金融というようなあの被害が出ているこう分野とか属性で、まあ、対応策を強化、教育強化されているということも認識はしています。まあ、ただ、今回は本当に機能性表示食品のあり方の見直しの議論の中にも出ていますけれども、その表示食品の切り、な、えー、でしょう、こう認定の問題以前に、まあ、法律に基づいて私たちが口にできるものが食品か薬 とということそれしか本来はないはずですし、本当に一人一人の消費者が今、法令上でいくと、口にしているものが食品なのか、薬なのか、まあ、そういうことが、その違いすらもしっかりとこう理解をまあされないまま、あのこの機能性表示食品のところまで議論が及んでいるようなあように、私自身、今、感じています。まあ あの改めてこの消費者教育の重要性、これまでもあの歴代の大臣があの重要性は謳ってらっしゃるんですけれども、実効性を高めるっていうところが、やはり予算や人員体制の部分で、難しい状況が続いているっていうふうに思いますので、私、この消費者教育の 対応実効性を高めていくというところが大臣、選決だというふうに思いますが、まずこの全般の消費者教育の問題についての所感お述べください。はい自民担当大臣 お答え申し上げます。今般取りまとめられた対応方針においては、制度の信頼性を高める観点から、機能性表示食品の届出情報の表示方法をまず見直すこととされてございます。で具体的には、あ委員も問題意識をおっしゃっていただきましたが、まあ 医のの治療予防を目的としたものではないという旨の表示事項について、医薬品ではないということを明記するということ、また接種上の注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰接種防止のための注意喚起を具体的に記載することと、表示方法や表示の方式を見直し、そして食品表示基準の改正を行うこととしてございます。 まあこうした機能性表示食品のまあ事前規制であります食品表示基準上の措置とまた事後規制でございます景品表示法に基づく有料誤認やあるいは健康増進法に基づく古代広告規制といった規制をまあ引き続き適切に運用しまあ届出表示の内容を超えるようなまあ広告等の表示の適正化を図っていくこととしてございます。まあ、さららにでありりままますがあの取りまとめられまし した対応方針におきましては消費者教育を強化するということもされてございますそういったことを受けまして食品安全委員会ともしっかりと連携をいたしまして健康食品を摂取する際の留意事項についてリスクコミュニケーション等を強化することとしてございます委員の問題意識実効性ということでございます私どももしっかりと強化してまいりたいと思ってございます 田村麻美君はい。あの 内容項目については共通認識なんですけれども、まあ、そこを誰がどこで強化していくのか、教育していくのかっていうところが、あの今回、対応策を読んでいれば、あのまあ、そうだな、そうだなって思うことが書いてあるんですけど、この実効性がすべてにおいてどうやって高まっていくのかっていうのが、私、正直、まだまだこれ見えないなと思って、今日う、それに基づいて質問をもうちょっとさせていただきます。でまあ、今ほどご説明いただいたただ届出情報のの表示の見直しによって、えー まあ、医薬品との相互作用、まあ、いわゆる飲み合わせというようなところですよね、とか、まあ、過剰摂取等のリスクコミュニケーションも進めていただきます、でまあ、処方薬であれば、実際に薬局で薬剤師が患者に直接服薬指導しながら、相互作用の、まあ、説明もできるんですが、まあ、機能性表示食品は、まあ、あくまで食品,品ですし、まあ、説明を受けた消費者が、そういうこと、あ 説明を消費者が受ける機会というのは、な,な,なかなか遭遇しません。で,であれば、表示だけでどのように相互作用に関するリスクコミュニケーションをこう徹底させていくのか、本当に表示だけでそれが実現するのか、え実際に市販薬のオーバードーズの問題、今、かなり巷では問題になっていますけれども、 販売のときに、いわゆる登録販売者等が薬局に基づいて対策を講じても、明確な意図を持って買い回りや虚偽の回答をして購入するような若者たちの行動を完全に防げてないような状況もあるわけです。まあ、機能性表示食品についても、す、ま、で、あ、に服薬料の表示は放送等にもされています。でそういう中で、活用接種に対して、先ほどの表示の見直しも含め、ただ表示をするというだけでは、私はコミュニケーションが徹底できるというふうには思いませんが、 そのあたり参考にどうやって徹底させていくんでしょうか。与田審議官、はい、あのお答え申し上げます。先ほどは大臣からご答弁申し上げました通り、あの委員ご指摘のと表示事項の見直し、これがまず基本だと思っております。えー、その上で、えー、その例えば消費者に対する情報提供、こちらについては当方のホームページのディエ なども進めていくと。 いいうことでございますそしてまたあのちょっと答弁の繰り返しになってしまいますが、えー、何よりもこのリスクコミュニケーションですね、リスクコミュニケーションの強化を図っていくということでございます。えー、リスクコミュニケーションの司令塔としての消費者庁とあ内閣府の食品安全委員会、こちらの連携が非常に重要だと思っておりまして、えー、厚生労働省、農林水産省等の関係省庁とも巻き込みながら、このリスクコミュニケーションの強化策、こちらを今後、検討していくことが課題だと考えております。 田村麻美君はい。あの 事前のレクでも同じことのこう繰り返しだったんですが、まあ、ある意味、ここから検討を進めるという意味でいけば、まあ、国会質疑をさせていただいて、しっかり残して、あの徹底させていくというところが、今後どうなるかということを追うためにもあの質問させていただきました。まあ、なので、ちょっとカッコさの方は飛ばして、飛ばさせていただいて、えー、いわゆる健康被害情報の提供の在り方の方に移りたいというふうに思います。あの本件では健康被害についてて医師から初めて 連絡が来てから、小林製薬が石と面談するまで1ヶ月以上経過がありました。まあ、メーカーからの公表が遅かったことも問題なんですけども、もまあ、医療機関とメーカーの最初のえ、石鹸までに時間を要したことの方がまけ、あ、健康被害の拡大を抑えるっていう観点では、私はここも課題だったというふうに思っています。で、例えば医薬品であれば、えー、製造販売事業者の医薬品情報担当者いわゆる mr が製造販売後調査。 を実施することが薬器法に基づいて制度化をされていて、まあ、常時、副作用が生じた際は報告体制が確立されているんですが、あまあこういうようなことが今後、えー、機能を有する食品を作っていくこう食品メーカーなのか、な、ま、ん、あ、というのか、製造メーカーに本当に求められていくのか、やりきれるのかというようなことも、あの実際には消費者からの目としてこう向けられるというのが、今回の事案の、えー 今後のの対応策にににも必要ななるんじゃいいいかという,ふうに思っていますでその上で、まあ、医薬品ではないと分かってはいるんですが、あえて、まあ、医薬品の、えー、安全情報の収集を事例として出すと、まあ、この収集、報告は医療機関から直接、まあ、PMDA に、えー、副作用報告もする体制になっていて、迅速化については、まあ、このサイクル、私はやはり参考にして検討することが重要だというふうに思いますし、要望しておきたいと思います。で 先ほどから出ている今後の対応の中では、医師からの直接の報告は示されておらず、あくまで情報を把握した医師の診断をもとにメーカーが報告する体制にとどまっていますし、PMDA の活用もすればいいなというふうに思うんですが、定期公表にとどまり、限定的というふうになっています。 こ,こから質問になります反復継続して接種が見込まれる、えー、機能性表示食品による健康被害の提供を徹底しようというふうに思うのであれば、メーカーによる都道府県知事等に対する情報提供の義務化だけでは、私は健康被害を防いでいくという視点では不十分だと考えております。えー、情報 提供の期限だけではなくて、重篤性に応じて PMDA への報告、これの義務化も私は被害を食い止めていくための対応、原因究明を早くしていくために必要な検討だというふうに思いますが、自民大臣、どうお考えでしょうか。自民大臣 答えいたします機能性表示食品は、まあ、医薬品ではなく、あくまでも食品でございます。その他観点から申し上げると、食品の安全性確保のためには、食品衛生法上の措置として講ずることになります。このため、今回、閣僚会議で取りまとめられました対応方針におきましては、医師の診断による健康被害情報の提供につきましては、食品表示法に基づく内閣府令において、機能性 機能性表示を行う要件とするための措置を講じることに加えまして、食品衛生法に基づく厚生労働省令において、機能性表示食品の製造・販売等を行う営業者に対し、都道府県知事等に対する提供義務を課し、これに違反した場合は、営業の禁止、そして停止の措置ということが講じられることとしてございます。ささらににに都道府県知事事提供された健康被害事例につき、ま ましては引き続き厚生労働省本省において集約し、医学、そして疫学に的に分析、評価した上で、定期的に結果を公表することとしてございます。 なお今回の事案を受け、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、またあの関係業種やあ営業許可施設の基準の在り方につきましては、必要に応じて検討を進めることとされておりまして、厚生労働省などの関係省,省庁ともしっかりと連携をして対応してまいりたいと思ってございます。田村真美君。はいあのー 今答弁いただいたただり私もまあ食品を前提にというのはあの念頭に置きながらも、まあ、今後の,あの検討の中での範囲を、まあ、今の法令の中で考えるのか、まあ、今後の,あの被害を食い止めていくという中での検討の幅としてあのぜひ PMDM 含めての,あの対応策、これ、飲み合わせの部分も含まれてくるという,ふうに思いますのでぜひ、自民大臣だからこそこの質問をあえてさせていただきました。で あのそういう中で、私、ここにこだわってあのあの質問しているところの理由のもう一つがこう、消費者に対する情報提供であったりとか、提供後のじゃあ、その仕切りみたいなところは、食品衛生上の措置であったり、表示義務の方であったりといろ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 ,いろこうしてるんですけれども、この、えー、関,係関係閣僚会議で出された今後の検討を見て、えー、この GMP の要件化、いわゆる適正製造規範。 まあここですよねここの要件化との規制の ちぐはく感が拭えません、まあ、この gmp を,を要件化するというのはあの要は作る製造過程のところに関しては相当緻密にあの管理をしていくことを求めるというところが、まあ、素早く決まったというふうに思っていますこれについて私自身も歓迎しています、まあ、ただちょっと参考人にお尋ねしたいと思いますが、まあ、今後の対応では機能性表示食品に加えて、まあ、特定保健用食品についても、まあ、錠剤カプセル粉末液状形状 のある加工食品については、GMP の要件化を将来検討する方向性というふうに書かれております。で、そうなってくると、今後、製造事業所の GMP 認証取得がかなわずに撤退する事業者が、私は必ず出てくるというふうに予想しています。まあ、今回の小林製薬の問題を踏まえて、消費者庁としては、この GMP の実質的な義務化に適用できない事業者は、撤退していくのではないかという私のこの予測について、消費者庁としては、この この要件化をしていくことについてどのような想定要件をお持ちでしょうか。与田審議官、えー、お答えいたします。今般の機能性表示食品あるいは特定保険用保険用食品に対する GMP の要件化でございますけれども、えー、まあ、あの。 制度の改正の検討は、スピード感を持ってやらせていただいておりますが、その実施にあたりましては、一定の経過措置期間が必要だと考えておりますで。まずは新たに設ける製造管理基準への遵守というものを、まあ、届け出者、えー、具体的な表示責任者が、まあ、関連する製造所に対してですね、えー、基本的にこうチェックしていくという、実施点検をすることをまずは求めていくと。 でえーまあ、権限行使といたしましては消費者庁自らが立ち権限を行使するような体制を整えていると。 いうことでございいますいず,いずれにしましても、実態を踏まえまして、えー、届出列車、あるいは届出列車に関連する製造業者がこの GMP 遵守を自己点検できるように、製造および品質管理に関する重要事項につきまして、事業者自らがチェックできるようなチェックポイント、こういったものを整備して、えーまあ、現場に寄り添いながらです、ね、対応していきたいというふうふに考えております田村ま美君。はい あのもちろん今事業されている人たちの事業継続に寄り添うことも重要なんですが、まあ、そうなってくると厳格なあの規制という要件化をしていくところの意味がどうなっていくのかという、まあ、大変難しいところだというふうに思いますただ、まあ、私はあのそ,その消費者の,あの買い物したりとか商品を選んでいくっていうところの中での、まあ、消費者の権利をあの担保しながらとはいえその事業者に対しての厳しい規制で消費者を、ま、あの守っていくっていう 意味でいけば大切なあの対応だというふうに思いますのでぜひここも実効性を高めていただきたいというふうには思うんですけれどもちょっと大臣一問飛ばしますあもう1回参考人に GMP のところで聞かせていただきますで、今後の方針の中でもやっぱり GMP の要件化だけがやっぱ報道ではすごいこう強調されていたので皆さん注目されているというふうに思うんですよねで、ただ私やっぱりこの小林製薬の事案っていうのが機能性表示食品 あの錠剤の形,形状だった。 というところに相当引っ張られていて、まあそのまあ、今、検査、いろいろと調査を進めれば進めるほど、まあ、青カビの部分であったり、食品衛生上の管理の問題なんだったんではないかというようなところの懸念も出始めているというところで、このあとちょっと対応がぼやけていくんじゃないかという心配もしております。で何よりりりも私はは機能性表示食食品品ややサプリメントのの規制以前にをを作るやはり管理監督そそししてその基準をしっかり していくっていう方が在意前提として大事だというふうに思いますで、一般的な食品工場の異物混入はその原因を特定して行政指導事業者が対策を講じていきますで、現状の、えー、調査事,事実から小林製薬は食品安全衛生規則のいずれに不適合があり異物混入に至ったとまあ、推察をもしされているんだったら教えていただきたいで、健康被害を生じさせた製品が機能性表示食品かつ、えー、サプリメントであったことからまあ、今回 gmp の要望 要件化っていうような、今後の対応っていうところにいったというふうに思っていますけれども、まあ、製造過程の,かあの改善っていうのは、今回の事案であれば、GMP の要件化ではなくて、既存の食品安全衛生法によるえ施設の基準の強化や指導、対応、改善、これが私は重要になってくるんじゃないかというふうにも考えるんですけれども、こことこの関係について、参考にお答えください中山技術審議官。お答えします。 食品衛生法上、営業者の遵守規定として、一般的な衛生管理基準を設けておりまして、まあ、営業者は当該基準に従い、衛生管理計画の作成が義務付けられております。まあ、厚生労働省による小林製薬への立ち入り検査におきましては、衛生管理計画の作成およびそれに基づき衛生管理がなされていることについて、明確な法令違反は現時点では確認されていないというふうに承知しております。一方で 5月末の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された対応方針にあるとおり、健康被害の原因究明を進めつつ、科学的な必要性がある場合には、再発防止のための衛生管理措置の徹底を検討することとされておりまして、まあ、引き続き消費者庁としては、厚生労働省と連携してまいりたいと考えております田村天海君。はい あのこの質問の答弁を消費者庁がするか厚労省がするかというのであのレクのときに相当引き合いがありました、もう本当にこの、えー、食品衛生法上の規格基準にするのか、施設基準にするのか、もうその一言取っても、じゃあどっちなんだみたいな話になる、もうまさしくあの今後、製造の現場に立つ人たちが理解ができるのか、でその上、GMP の要件化がされていくということは、人材が確保できるのかということが、私は一番またこれ、不安なんですよね。あの 要件をしっかりと厳格化していくのはいいんだけれども、結局、これが実態として実行されなければ意味がないのではないかということで、自民大臣、私、厚生労働委員会では常々薬の安定供給の部分、質問させていただいている中で、正直、製造工場での GMP の基準をしっかりと満たせてなかったとっいうところの中で、あのいろんな事故が起きているということを、本当に見続けていた中で、そんな時にこの機能性表示食品を作っていく工場で、この の GMP 要件化されて、えー、しっかりと対応ができるのか、まあ、期間を設けると言ったけれども、製薬メーカーですらできていなかったとっいうところで、本当にそれ実効性、高められるのか、そして消費者庁も定員要求をして、都道府県と合わせて立ち入りの体制を整えるというふうにしています。最後にもいっぺんにににも聞きますす薬、えー、制度関る gmp の監査が厚労省や、まあ都道府県保 福祉部局、そして PMDA にももう備わっているわけなんですよね、なので、まあ、消費者庁としての定員要求、どこでされるかというところもあるとは思うんですが、これ,これについて、もし本当に GMP の、えー、厳格化、要件化をしていくんであれば、厚労省に委任をしていって、そこは今度は縦割りを排してやっていくというのが現実的だと思いますけれども、大臣のお考え、教えてください自民大臣。 答えいたします今般の関係閣僚会議における取りまとめに基づきまして、今後、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行うサプリメントについては、ハサップの考えを取り入れた GMP に基づく製造管理を、食品表示に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする方向で法、法令の改正の準備を今、開始しているところであります。 で今般の JP に基づきますえ、製造管理の要件化にあたっては、まあ、一定の経過措置を設け、新たに設ける製造管理基準への遵守を、まずは届出者が自主点検することを求めると同時に、食品表示に基づく立ち入り検査等につきましては、消費者庁自らが権限行使するために必要な体制の整備を行った上で、対応していくことを予定してございます。 でなお、えー、届け出者が GMP 遵守を自己点検できるよう、製造および品質管理に関する重要事項について、分かりやすいチェックポイントなどの整備を、消費者庁において行ってまいりたいと考えてございます。 続きましてあの、続けてお答えをいたします2問目でございますが、今回の GMP の要件化にあた,、ま、たりまして、当初といたしましても、立ち入り検査等の権限行使に当たりましては、都道府県の知事等の保健所における検査のノウハウが整っていないことを踏まえまして、消費者庁自らが必要な体制の整備を行った上で、対応していくこととしてございます。 でまあ、今後、えー、今回、えー、よくご案内とは思います、GMP への食品と医薬品の GMP はあの項目が違っているということもございますで。今後、今回の対応方針を踏まえまして、検査等の対象となるサプリメントの製造所の数等を、まあ、しっかりと把握した上で、体制整備に必要な予算や、まあ、そして組織定員等の検討についても、法令改正と同時にしっかりと責任を持って進めてまいりたいと考えております。 담무라 마미클. これも今後というところでの方向性はあの一定程度示していただいたというふうには思っていますけれども、まあ、これまでも消費者庁を類似にわたり定員要求予算要求する中でなかなか獲得ができていなかったことが実態にあります、まあ、そういう中で今度は自治体の方でのやはりあの薬の方での GMP の管理をしていくためにもその技官をあの雇うための,その予算すらもなかなかないということで今製薬の方の GMP のチェックですらも 厳しいい状況になっているっていう現実もあります、まあ、ですので、この要件化、重要なんですけれども、ぜひここの,あの実効性を高めるところの中で、まあ、消費者庁と厚労省が分かれているというところの弊害を、もう少しこう現場に降りたときにどうしたら方がいいのかというところを検討いただきたいということがいて、そしてもう1つは、あの公益通報者保護法、要は食品衛生の中で、一番私、重要なのは、内部でいわゆる床に落ちたものをもう一回戻すとか。 あの使ってはいけないものを使ったとっいうことを、内部の人が見てないわけはないはずです、きちっと教育された人材がそこにいるはずであれば、それを見た人がきちっと内部通報をして、公益通報者保護法で守られて、しっかりと消費者を守っていくということに資するべきだというふうに思いますので、この改正についても同時に見直していただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました